You're listening to Shibuya Cross FM。 住宅ローンの支払いが苦しい。そうだ、ペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ 03-5357-1925、 03-5357-1925 までお気軽にお電話ください。サブカルチャーレディオ耳ラジ、 MC キャミが渋谷クロス FM から今日も3大元気よくお届けしています。週末探検隊耳ラさん、こんばんは。サザエさん症候群をハッピーサンデーに変えるサブカルチャーレディオ耳ラジ、いくつになってもお嬢様、声の魔法使いあやめつばきこと MC キャミです。はい、12月1週目の耳ラジがスタートしました。今年はもうね、ありがとうございます。あと1ヶ月ないんですよね。師走になって急に寒くなってきたんですけど、観覧の皆さん大丈夫ですか？寒くない？はい、よかったです。大丈夫。じゃあね、今日もね、素敵なゲストさんご紹介していきますので、皆さん一緒に聞き耳していってください。観覧の皆さんも一緒に楽しい時間を過ごせたらなと思います。この番組はファッション、アニメ、映画などのサブカルチャーを耳ダンサーへ発信、全世界の YouTuber、ライバー、エンターテイナーさんの応援番組です。はい、本日この後は17時8分頃にはムービーチャレンジ、勝手にアカデミー賞2022年ベスト。はい、こちらはですね、ドリーム企画として、以前耳ダジに出演してくれた方をお招きします。なんとその方は、はい、相方のね、歌唱担当の三谷レミさんのね、プロデュースするアイドルで闇鍋のシワスジェイソンちゃんが登場してくれます。楽しみ。はい、そしてその後17時20分頃はエンターテイナーさんに聞き耳、こちらはですね、ダンスボーカルユニットリフェストさんのリリーさんとみおりさんがスタジオに出演してくれます。何やら生ライブがあるらしいですよ。ワクワクしますね。はい、そしてエンディングには耳ラジなぞなぞがあります。それでは先週の耳ラジなぞなぞの答え合わせです。みんなで考えてね。問題、マミヌメモの魔を片付けた動物ってなんだ。ねえ、動物ですよ、魔を片付けた動物。意外とね、お便りもたくさん来てるのでご紹介していきましょう。耳のネーム、ゆうかちゃん。マミムメモの魔を片付けた動物はミムメモ。ミムメモ、私はまだ知らないけどいるかもしれないもん。ミムメモ、ミムメモなんか絶対いないよね。いないですよね。え、ミムメモいるのかな、新種かな。はい、あのね、ゆうかちゃん、耳ラジのアシスタント MC なんですけど、一度も謎々を当てたことがないんですよ。今回もダメかな。はい、他にはですね、耳のネーム、ちとせこさん、ありがとうございます。キャミーさん、こんにちは。こんにちは。クイズの答えは、シマウマです。いっぱいシマウマっていうね、あの答えがたくさん来てるんですよ。ハッシュタグでもね、ビーナスさんもシマウマかな？今日の私は書いてますわよ、とかね。ラジさんが、なぞなぞの答え、片付ける、片す、しまう、しまう、ま、で、シマウマですかね。ということで、シマウマを選んだ皆さん正解です。おめでとうございます。エンディングにも耳ラジなぞなぞありますので、ノートでしていってくださいね。はい、今日のね、耳ラジのリアルタイムの感想はハッシュタグ耳ラジとつけてつぶやいていただくと、皆さんの投稿が読まれちゃうかもしれません。ぜひツイッターのトレンド狙っていきましょう。この番組は一般社団法人ペガサス総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前、ミスター元祖千葉駅前店、シニア障害支援協会の提供でお送りします。
それではオープニングとみんなの耳ラジ、耳ハピネスでスタートです。どうぞ。ここからはドリーム企画ということで、ゲストのシワスジェイソンちゃんです。こんばんは。こんばんは。12月はシワスの月ということで、シワスジェイソンです。よろしくお願いします。まさに12月、シワスの月に、はい、耳なじにまた再登場してくれましたね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。この前出演してくれたのは7月の24日だから、はい、ね、なんだかんだでもう4ヶ月ぶり、うん、ねえ、あっという間。2回目の耳ラジ出演、今日はどんな気持ちで？今日は前回よりもちょっと落ち着いた感じで挑んでます。はい、はい、今日もね、すごい可愛いお洋服、ロリータファッション。そうです、中華ロリータですね。私もロリータ服好きだから、なんか前回出演してくれた時にジェイソンちゃんとなんかロリータ服の話とかしたいなって思ってたら、今日はね、可愛いロリータ服で来てくれて嬉しい。ね、キャミーさんも本当に毎回素敵で。で、なんかね、ファッションとかも耳ラジではですね、うん、なんかいっぱいいろんな人に伝えていきたいなって思ってたので、うん、まさにね、師走の月に、はい、いろんなファッション伝えていきましょう。はい、はい、早速なんですが、ジェイソンちゃん、お便りもね、来てるんですが、はいはい、耳のネーム、ひろぽんさん。はい、今日の耳ラジでシワスジェイソンさんの隠された秘密が暴かれるって聞いたけど本当ですか？そうなんですか？そうなんですか？初耳です。私も初耳です。じゃあ暴いていきましょうね。はい、今日はこのコーナーでね。はい。はい、ということで、私ジェイソンちゃんにあだ名考えてきたんですよ。あ、なんと嬉しい。すごい、なんて読もうかな。はい、最初ジェイソンちゃんって呼んでて、はい、いつの間にかシワスちゃんって呼んでて、うんうん、なんて呼んだらいいかなって悩んでたら、うん、今日の朝、降ってきて、ほう、降ってきた。あの、なんかスパイダーマンって知ってる？はい、はい。ね、スパイダーマンのヒロインで、うんうん、MJ っているんだけど、うんうんうん、その MJ ってその、なんだろう、メリー・ジェーンを訳して MJ なの。はい、だからシワスジェイソンちゃんも訳して SJ どう？はい、SJ。 いや、なんかいいですよ、言いやすいかもしれない。そう、SJ ですみたいな、いいかなっていう風に考えてきました。どうも SJ です。どこにもシワスもジェイソンも残っていないっていうね。なんか略すときに使ってください。うんうん、はい、ちょっと使わせていただきます。ね、ジェイソンちゃんは映画好き？映画好きです。あ、結構見に行ったりとかする？
そうですね、毎年何本か見に行ってて、今年はちょっと少なかったんですけど、うん、4本ぐらいは。はい、忙しい中やっぱ映画館で見るのがいい、うん、そうですね、やっぱりスクリーンで映画館っていうあの空間で見るのがね楽しいです。じゃあ、うん、早速なんですが、こちらのコーナー行こうかなと思うので、はい、皆さんもぜひ私がせーのと言ったら一緒に聞き耳ってやってもらっていいですか。あ、準備バッチシですね。じゃあ行きますね。ムービーチャレンジ勝手にアカデミー賞をせーの聞き耳。ありがとうございます。はい、映画大好きな MC キャミーがトークテーマに沿ってミミナーさんと一緒に映画を紹介するコーナーです。今週のお題は2022年あなたが選ぶベスト映画ということでね、ベストオブベスト勝手にアカデミー賞な映画を決めちゃいましょう。はい、まあ、SJ ことシワス・ジェイソンちゃんにも聞きたいなって思うんですが、はい、その前にミミナーさんから推し映画がたくさんあるので、うんうん、そちらをご紹介していきますね。はい、まずはですね、ミミナーネームララミンさん、はじめましてかな、ありがとうございます。普段あんまり映画を見ないのですが、映画館で推しを見れるといつも感動します。うん、主題歌で泣いてエンドロールで流れてくる名前に泣きます。推しは尊い賞ということでいいですか。おすごい素敵な賞、うん、ねえ、この映画が何なのか気になる。気になりますね。ねえ、ねえ、やっぱ推しは尊い賞ってある、うん、推し尊い賞ありますね。やっぱあるか、はい、ねえ。それからですね、ミミナーネームカイディからいただきました、うん、勝手にアカデミー賞ベストオブ2022はアイカツテンスストーリー未来へのスターウェイ。2022年公開の映画で自分史上最も生きててよかったと思った映画です。公開初日始まった瞬間にみんながすすり泣き、キャラクターが喋ったり動いたりするだけでみんなが涙を拭う姿が見え、こんなにたくさんの方の心を動かす作品ってすごいなと思いました。私はバチバチメイクで気合を入れていたのですが、うん、映画が終わって鏡を見たらアイメイクが全部取れていました。ありますね、それもね。ありますね、あるあるだね。ちなみにカイディはですね、ジェイソンちゃんが7月24日に出演してくれた時のアシスタントをね、務めてくれた女の子なんですけど、はい、ね、アイカツ、ね、私もすごくね、もちろん大好きで、うん、ね、プロデューサーがね、アイカツの歌唱担当ということで、はい、すごいね、アイカツがなんと1月にも、うん、映画があって、そちらのね、はい、うん、前売り券はもうね、バッチリゲットしました。さすが、うん、やっぱね、推しは尊い賞ということで、うん、はい。じゃあ早速なんですが、はい、シワス・ジェイソンちゃんが選ぶ2022のベスト賞の映画は何ですか。私が選ぶ、ベスト賞は、今やってるですね、毎週やってるプリキュアの映画なんですけども、うん、デリシャスパーティープリキュア夢見るお子様ランチ、こちらの映画がですね、本当に大人も見てもらいたい、うん、そんな映画でした。そうか、はい、プリキュアってさ、子供から大人までが楽しめる映画だったりするよね、うんうんうん、いや本当に夢だとか、うん、諦めちゃいけないこと、うん、好きなものを貫くっていう大切なね、気持ちを教えてくれる、そういったね、映画でした。はい、映画の中でそういう気持ちになれるってすごい素敵だね。はい、もう本当にこれも私はアイメイクが取れてしまってやっぱアイメイク取れちゃあるあるだよね、うん、あるあるですね、うん、ハンカチとティッシュと持っていかないと、持っていかないとダメな映画、ダメなプリキュアはずっと好きなの、うん、プリキュアが初代だけ見ていて、うん、前作、去年の作品から見始めて、うん、どっぷり今年ハマっております。なんかこういう長い作品っていつ見てもハマれますよね、うん、いつ見ても OK みたいな、うん、はい、いつでもプリキュア楽しめるので、ぜひぜひ皆さんもね、推し活始めちゃいそうだな、はい、プリキュア見たらね。で、今日はなんか〇〇賞みたいなの選んでるんだけど、うんうん、なんかシュワス・ジェイソンちゃんが選ぶ勝手にアカデミー賞みたいなのってありますか。私が選ぶアカデミー賞が、うん、ちょっと今年上映ではないんですけれども、うん、2017年の作品で、私が借りてきて見たんですけども、
ゴッホの映画でして、うん、ゴッホ最後の手紙というタイトルですね。こちらの映画が、芸術家の情熱大賞をね、私は思っております。皆さん、ゴッホ最後の手紙見たことありますか？はい、私は初耳でした。なんかすごい意外でした。あのジェイソンちゃんってアニメ好きっていうイメージがあったから、あ、そういう映画も見るんだって。そうですね、美術結構好きで、自分も絵描くのがすごい好きなんですけど、ゴッホのこの映画が本当に実際に実写で撮影した映画を120人以上の画家さんが上から、油絵で描いて完成させたっていう、もうすごいもう血と涙のもう結晶みたいな映画なんですよ。それだけの人数の人が関わってるっていうこと？はい、そうですね、はい、すごい。なんかそのなんか、私あんまり絵とかに疎いんだけど、なんか見どころというかおすすめポイントみたいなのってある？おすすめポイントが本当に前編にわたって油絵で表現されてて、動く油絵っていう感じで、もうずっと芸術に触れてるっていう感じですね。ゴッホの描く世界に自分が入ったような、そういった感覚になります。映画のいいところって、そのもうゴッホには会えないけど、そのゴッホが何を描きたいのかなっていうことに浸ることは映画を見てできるよね。ね、本当に素晴らしい映画だったのでね、ぜひ皆さんも見ていただきたいです。皆さん見ましょう、SD おすすめゴッホ、おすすめ最後の手紙ぜひチェックしてみてください。はい、ちなみに私も勝手にアカデミー賞発表してもいいですか？はい、もちろんです。はい、じゃあ私のね、勝手にアカデミー賞ちょっと選べなかったんですけど、画像も添えて簡単にご紹介させていただきます。こちらです。はい、あんたが大賞賞でーす。はい、皆さんこの中で知ってる作品ありますかね？まあ、トップガン、マーヴェリック、これはですね、やっぱりこの CG とかも使える中で、あえてトム・クルーズとかその出演者のみんなが、なんだろう、体当たりしてる、ね、やっぱ飛行機に乗ってその、すごい速度を自分たちで感じて映画を撮るっていう、もうアクションとかがね、すごい描かれてる映画で、私はとても感動しました。ぜひね、チェックしてもらいたいのと、あとは昨日見てきたんですけど、ザ・ファースト・スラムダンク。もう、スラムダンク大好きだったから、まさか今この時代にまた映画館で見れるなんてって思ってワクワクしたの。すごい、昨日見てきたんですね。そうなの。原作ね、書いてる井上先生が監督と脚本も手掛けてるので、その監督が描きたい映画っていうのが、その紙をめくったかのように、なんか本紙を見てるような感じのが立体化になられてる映画で、とっても素敵なので、スラムダンク知らないよって方も、好きだよって方も、ぜひ一度はね、ハンカチ持ってアイメイクに気をつけて見ていただけたらなって思っています。そして私、マーベル作品が大好きで、このドクターストレンジマルチバースオブマッドネスっていうのがとてもおすすめです。もしね、マーベル気になってるんだけどっていう方、いきなしこれ見ても内容わかりません。わからないけど見てほしい。そんな もしね、自分と違う世界線に自分と同じ人物とがいて出会ってしまったらどうなると思う？え、ドッペルゲンガー的なあれですか？え、消えちゃうとか？え、ちょっと、え、どうなっちゃうのってならない？ね、ドキドキですね。そう、なんかね、そういうのがね、描かれてたり、スパイダーマンが出てきたりとかね、とても楽しめる要素になってるので、皆さん、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、以上、ムービーチャレンジ聞き耳のコーナーでした。ありがとうございます。でね、ジェイソンちゃんにお便りが、はい、来てます。お、ありがとうございます。はい、ミミナーネーム、新種の火曜日さん、はい、MC ケミーさん、ゲストのシワステーションちゃん、かっこシーちゃん、こんばんは。こんばんは。人生初メールです。今週から急激に気温が下がり、暖かいものが恋しい季節になりましたね。自分も目に見えてホットコーヒーを飲む量が増えて、冬の到来を感じております。そこで質問なのですが、お二人は冬に必ず食べたい飲み物は
ありますか？冬に、うん、食べたいか飲みたい、飲みたいもの、うん、私はホットショコラですかね。ね、やっぱチョコレートが溶けて美味しいよね。美味しい、温まるし甘いし、幸せな気分になります。なんかジェイソンちゃんは料理が得意だから、ホットココアすら自分で作りそう、うん、あ、そうですね、あのパウダーのココアで飲むこともあるんですけど、チョコレートを実際に溶かして飲むことが結構多いですね。はい、いつか手作りが飲みたいですね、はい、マシュマロとか浮かべると美味しいです、うん、あー最高かもしれない、うん、私はちょっと大人になっちゃうんですけど、うん、ホットワインとか好きで飲みちゃいます。いいですね、うん、温まりそうね。それ飲んで、ね、寝るとぐっすり眠れますよ、うん、ということでね、新春の火曜日さん、お便りありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、しーちゃんクリスマスライブ頑張ってねって言ってるんですが、12月ライブもたくさんあるんだよね、はい、そうなんですよ。12月が2回ライブが予定がありまして、告知してもいいですか？お願いします。一つ目が、12月10日埼玉県川越でやります、全曲生演奏のアコースティックライブです、こちらですね、アイカツの歌唱担当三谷レミさんの活動12周年記念ライブということで、私も参加させていただきます。楽しみ、はい、で二つ目が、なんとこちらクリスマス12月25日に予定してあります、東京時話台でクリスマスライブをやります。こちら私が、一緒にやっております星空ゆめくんと闇鍋として出演をしております。皆さんね、ぜひね、一緒にクリスマス過ごしていただけたら大変嬉しいです。どちらもチケット発売中ですか？発売中です。私のツイッターなどチェックしていただけたら嬉しいです。はい、皆さんぜひぜひチェックして、師走の月は師走で楽しみましょう。はいはい、ということでね、ジェイソンちゃん、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、この後はリフェスタさんが登場です。その前に一曲お聴きくださいということで、ジェイソンちゃんの楽曲ご紹介お願いします。はい、我々闇鍋のデビュー曲、最上天元インモラリスト、聴いてください。続いてはエンターテイナーさんに聞き耳のコーナーです。本日のミミさん、ご紹介します。こんばんは、リフェスタさんです。こんばんは、リフェスタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はミミラジ初出演なんですが、ラジオはどうですか？ラジオ初めて。ラジオも初めてです。わー、ミミラジで初めてのラジオ、
今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんご一緒に、私がせーのと言ったら聞き耳でお願いします。ようこそ耳ラジへ。それではご一緒に本日のミミィさんに、せーの、聞き耳。ありがとうございます。はい、リファストさんはですね、2人組のダンスボーカルユニットで2022年8月お台場で開催された日韓友好音楽フェスティバルスーパーミュージックフェスティバル2022に出演後、都内を中心に活動を行っています。はい、ね、私がリフェストさんと出会ったのがちょうど10月のニヤニヤっていうイベントですよね。大鳥でね、最後大鳥で、はい、それも初めて出演させていただいた時だったんですよ。え、で、はい、大鳥任せていただいたのですっごい緊張しながら私びっくりして、8月に、はい、あのユニットが生まれたって言ってるのに、はい、10月にもうなんか全然意味がわからないぐらいパフォーマンスがすごすぎてそう、優しい、ありがたい、ね、何年ぐらい一緒にやってるんだろうって思ってたら、まさかのね、そうなんですよ、はい、まだ2人になってからは2ヶ月ちょっとぐらいなので、はい、全然ひよっこです。はい、でね、ピヨピヨしてます。ピヨピヨ、まだ、はい、生まれたてのリフェストを今日ご紹介したいなと思っています。え、お二人はなんか担当カラーとかあるんですか？あ、一応リリーちゃんが青で、で、ミオリちゃんが緑、ミントグリーンみたいな、エメラルドグリーンみたいな緑です。はい、でも担当っていうか、まあ、うちらが単純に好きな色、まあ、決めてるみたいな、うんうん、なんかいつもね、なんかブルーな衣装をまとってるイメージが、確かにリフェスタカラーは青って言われてますね。あ、そうなんだね、はい、でなんかね、ニヤニヤっていうイベントでお二人はなんか自己紹介するときに他己紹介があるって聞いたんだけど、はい、あります。ぜひ初めて聞きたいなと思ってお願いします。いいですか、じゃあ私から名前だけちょっと自分で、はい、最初の名前から。私はラ・リ・ル・レ・ロのリリーです。よろしくお願いします。リリーちゃん、はい、ありがとうございます。リリーちゃんは鳥を飼ってて、うん、インコちゃんを飼ってるんですけど、はい、あの青い赤線インコちゃん、赤線インコ、しかも羽衣って言って背中に羽みたい、天使の羽みたいなのがついてるインコちゃんで、めっちゃ喋るんですよね。めっちゃ喋るんです。え、一瞬声自慢していいですか？お願いします。え、本当に？はい、マイクにじゃあちょっと近づけて、はい、ぜひ。ちょっとうるさいかったらごめんなさい。なんて喋るんだろう。なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる。こんにちは、今こんにちはって言ったの。すごい。そうですよ、トゥイちゃんって言うんですけど、トゥイちゃんおはようとか、トゥイちゃんこんにちはって今言ってました。すごくない？いつも遊んでます。なんかこんなに頭のいいインコちゃんね、はい、すごいね。はい、鳥を、青いね、鳥を飼ってる、青い鳥を飼ってるリリーです。あ、鳥を飼ってるね、リリーちゃんです。はい、はい、ありがとうございます。続いて、はい、私はミあゆえをリでみおりって言います。よろしくお願いします。お願いします。みおりちゃんはですね、はい、なんと、はい、鳥を飼ってます。またこれ、え、なんだっけ、さっき聞いたよね。はい、お願いします。で、みおりちゃんはあの赤星インコじゃなくて、うん、はい、オカメインコっていう、うんうんうん、ほっぺが丸い、かわいいよね、グッズもたくさんあるよね、チーク塗ってるみたいな、うん、インコちゃんを飼ってて、はい、歌歌ったりとか、うん、いないいないばーとかしたりとか、ね、芸達者なインコちゃんを飼ってます。え、これいいか、もしかして来る？いいですか、いいですか。はい、あのジッパリードゥーダってご存知ですか、曲、ね、あ、知ってる、ディズニー の、 あ、そうです、そうです、それを歌ってるので。本当？著作権引っかかないかな、大丈夫かな。はい、すごい、初じゃん。これはもうお箱なんですよ。待って、今日リフェスタさん自分のインコ紹介しました、はい、そうかもしれない。自分とこの鳥居紹介しに来たら、鳥自慢に来ちゃったかもしれない。タコ紹介っていうか、もうインコ紹介みたいになっちゃって、すいません。あ、でもすごいね、あの、もともと2人
人はその鳥が好きっていうことで結成したユニットなの？全然たまたまお互い飼ってたっていう。はい、そんな偶然ある？初めて会った時に、うんうん、あの連絡先交換した時に画像がお互い鳥になってて、うん、鳥飼ってるの？みたいな意気投合みたいな感じで、はい、そこから仲良くなったのもあるよね。あると思います。鳥好きに悪い人はいないと思って確かに。でもなんかその2人でそのじゃあ始めようって思った時にリフェストっていう名前はどうやって決まったの？あの この日韓交流フェスのために結成された元々のグループだったので、うん、フェスティバルとかから取って、うん、リリー、ミオリーで、うん、リが2人ともついているので、うんはい、リを取ってフェスリフェスタっていう感じで名前がつきました。はい、ようやくリフェスタさんの話聞けた鳥から抜け出せましたね。そういうことなんだね。はい、楽曲とかってさオリジナル曲歌われてるけど、はい、あれはなんか自分で作詞したりとかしてるの？あ、してます。2曲あるんですけど、うん、1曲ずつ作詞を担当してます。え、でも、待って8月に結成したのに、はい、2曲オリジナル曲があって、はい、自分たちで曲作ったってすごくない？はい、1ヶ月で、ね、しかもお互い初めて作詞に挑戦したんですよね。そうなんですよ。その時になのですごい大変でお互い直しもしながらやったんですけど、はい、どんな気持ちで書くの？なんか曲書こうと思った時。私電車で考えました。なんか電車でずっと考えて全部電車で揺られながらポンポン思いついて書くみたいな感じでやりました。私は完全にお酒飲みながらお酒好きも考えました。はい、お酒飲みながら、お酒の曲ではなく、あ、じゃないんですよ。めっちゃ可愛い曲ですよ、歌詞結構ちょっとツンツンした女の子みたいな感じの、うん、それお酒飲みながらね。はい、お酒飲みながら、あ、これにしようみたいな、どんどん書いて、うん、で直しながら完成した曲です。この後ライブでも披露してくれるんですよね。はい、はい、あの転換の時に流すのが私が作詞した方で、うん、この後のライブはみおりちゃんが作詞した方を歌わせていただきます。はい、披露させていただきます。皆さんちょっと楽曲聴いてみたいですかね？イエーイじゃあ早速なんですがオリジナル曲聴きたいなって思うので、はい、ちょっと紹介お願いします。はい、じゃあ今聴いていただくのは私がお酒を飲みながら作詞をした大人ツンツン女子の曲です。聴いてください。ラブリミット。深夜にメッセージ、今何してるって酔ったノリで LINE してきたの。いつからジェラシー、誰と過ごしたって干渉しないで束縛させない。ジェラス変身、もう少し未読スロー Do you want to Just wanna kiss What happy ending's time But I knowDo you care about me? If you don't come on in, we pray for thee 脱ぎそうな仕草思わせぶりな態度 Love is done 運命なら二人の未来は一つになるのに、お互いの気持ち近くはないように、それでもお聞きいただいたのはリフェスタでラブリミットでした。ここからはライブの方行ってみたいと思います。リフェスタさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今から披露させていただく曲は私が作詞したリスタートという曲になっています。歌詞にもぜひ注目して聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。リスタート。
錆びついた鋼鉄の檻、孤独の屋根に響いてる雨音、囚われた汚いドラマ、今でも欲しい、探して祈る。もう何度も繰り返し無情なリフレレキセインザセ、舐めて始まる同じ景色、それともニューステージ There's no end to this。 閉ざした扉開けたら溢れ出した涙、 Ready to forget Restart my 鳴らせ music、けど Castle Me on the stage、 私を突き動かす、まるでアディクションやめられない、届けたいものがあるなら心に決めた想い、 To keep my face restart now、 鳴らせ music、夢中だね、上がれ盛り上がれ、さあ今プチョヘンザーその敵パープレッドマン、諦めやめない、そう燃やして体を焦がしきれ、高なるバーニハン、秘めたる心に火を灯す、灼熱の前求められない Just go in、誇り高きその夢貫き通すとき、炎放て Restart now、 鳴らせ Music、 響かせ My Song、 今届けるパフォーマンス、かませ Dancing、 見せて My Feeling、 上がれ Make it Sound、 Restart now、ありがとうございます。はい、私たちのオリジナル曲リスタート披露させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、皆さん久々のね、耳ラジでも生ライブすっごい久々なんですけど、最高。ありがとうございます。どうですか、こういうなんかラジオの生放送でこうライブで歌うっての。いや、初めての経験なので嬉しいね。なんか私たちの歌がこういろんな人に届けばいいなって思います。そう、耳ラジもやっぱりエンタメ応援番組なので、はい、こうやってその、ね、リエさんのお二人って今路上ライブですごいね頑張ってるなっていう姿を見て、耳ラジでも歌ってもらいたいなって思ったので、夢が叶ってすごい嬉しい。ありがとうございます。ありがたいね、嬉しい。お便りもですね、たくさん来てますのでご紹介していきたいななんて思います。はい、はい、早速ですが、ラジオネームドンアルさんからいただきました。お路上ライブをされていますがこんなところに注目してほしい、おすすめポイントなどお得感を交えてアピールしてください。お得感を交えて、お得感大事だね。お得感大事、これは
お得感といえば、私たち路上ライブを毎回5曲ぐらいやってるんですけど、その合間合間でこうビラ配り行ったりとか、その場で立ち止まってくださったお客さん一人一人とこう喋りに行くので、そこは結構お得なのでは、ね、と思っております。トーク大事にしてます。やっぱり人と人なのでいっぱいお話ししたいなとか思ったりとかして、だから結構なんだかんだ路上ライブの時間は長いよね。そうだね、全体的に長いかもしれない。全体的にやると長く。でもインコの話メインじゃないよね。あ、大丈夫です。そこはインコの話メインじゃない。私たちの話を。あとなんか、ライブだと基本マイクから線がついてないじゃないですか。でも路上ライブは線がついてるので、それごっちゃごっちゃになってんのが見えます。ダンスもさっきの歌わせていただいた曲もダンスの振り付けがあるんですよ。結構がっつり踊るので、結構踊るんですけど、でぐちゃぐちゃになるっていう、ぐちゃぐちゃになる。路上ライブだとぐちゃぐちゃになるけど、コードがぐちゃぐちゃになってるところも見れます。路上ライブだとあーもうコードがみたいなところがレアです。逆にお得感、はい、お得感、コードを飛び越えてるリフェスタが見えるっていう、ジャンプしたりとかしてるんで。それもそれで楽しいね。でもライブだ、逆にライブ会場に行くと、はい、今のちょっと手振りだったのが、はい、すっごいダンスしてるってこと？もうがっつり、もうがっつり踊ってます。いつももう息切れがすごくなるくらい。そのリフェスタも見たいよね。もうそれはぜひ見に来ていただきたいですね。はい、ライブだと私たちお風呂上がりかなみたいな汗もかいてますね。汗がね、まあ、前髪がね、はい、前髪なくなっちゃう。よく前髪がなくなってしまう。でもそれだけ必死に踊って伝えたいっていう気持ちがあるんだよね。で、ワンマンライブ決まったって聞いたんだけど。そうなんですよ。ぜひ教えてください。ありがとうございます。12月の18日日曜日18時からですね、日本橋パックマンっていうところでワンマンライブが、はい、初ワンマンライブが初ワンマンライブ決定しました。なんかチラシ持ってくださってる方もいらっしゃいますね。普段配ってるビラです。ビラです。あれも受け取れるんですね、路上ライブ。そうです、路上で、はい、受け取れます。普段のライブでも配らせていただいてます。はい、でそのワンマンライブでは、2人だけなのになんか90分超えのライブをやるんですよ。まあ、2人のくせに3ヶ月しかやってないし、2人のくせに90分ということで、90分超えのワンマンライブをやらせていただきます。90分って、何するの、何するの、聞いてもいい？削って削って90分超えなんですよ。もっと本当はやりたい。リリーちゃんの誕生日が12月の23日で、うん、その18日に近いので、はい、まあ、生誕企画もやったりとか、あとクリスマスがやっぱ近いので、クリスマスソングだったりとか企画を考えたり、あとソロ企画も、ね、はい、考えたりとか、もちろん2人のライブをたっぷりいつも以上にやるので、すごいお得だと思います。めっちゃお得だと思います。はい、A 席は2000円から。あ、そう、しかも2000円から、はい、2000円からです。なんか初めて今日リフェスタさん知ったよって方もそれぐらいだったらちょっとね、なんか初めて見たいなって行きやすいよね。なのでぜひライブでの私たちもまた全然違う感じだと思うので、はい、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、チケットはもう発売中ですか？はい、好評発売中です。わツイッターから、リンク飛べるようになってるので、はい、ツイッターをチェックしていただけたら嬉しいです。お願いします。皆さんぜひぜひリフェスタさんね、ワンマンライブ12月18日やりますのでね、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、この後ねエンディングトークの方に行きたいと思うので、はい、このままお付き合いよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、それでは聞いてください。あやめつばきでメルヘンパレード、どうぞ。みんな消えちゃうような怖い気持ち。
ブカルチャーレディオミミラジ12月4日の放送はいかがでしたかということでね、シワスケイソンちゃんにも SJ 戻ってきてくれました。はい、戻りました。皆さん、あのハッシュタグたくさんコメントありがとうございます。読みましたね、あの映画の紹介の時のコメントだったりとか、あの絵描くのが好きっていうことで、で、ツキャナットのプチコちゃん描いてたよね。はい、描いてました、ね、反応いただいてすごい嬉しいです。皆さんありがとうございます。今日はどうですか、今日は本当にあの久々に4ヶ月ぶりにあの戻ってこれて、すごくお話できて楽しかったです。そしてね、リフェスタさんの、ね、曲聴けてすごく心躍りました。 ありがとうございます楽しかったです。ありがとうございます。もしかしたら対バンっていうこともね、今後なきにしもあらずですよね。やっぱ都内で活動してるから、なんかやっぱアイドルとかダンスとかもね、なんだろう、そういう何かを超えて、はい、何かを超えてそうですね、やったらね、みなべよろしくお願いします。お願いしますはい、ちぃさんちゃん、なんか告知があれば。はい、ツイッターと、YouTube やっているので、シワス J さんでぜひね、検索していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてリフェスタさん、今日はいかがでしたか。いやー、インコの話で終わりました、すいませんすごい、さっき2人で反省会を歌ってくれたし、リフェスタのぐらい聞いたし、もうみんな大満足ですよね。でも本当に初めてのラジオ出演だったんですけど、すごい楽しくね、歌も歌わせていただいて、貴重な経験をありがとうございます。ありがとうございます。よかった。何か告知があれば。はい、次回のライブが12月11日秋葉原で2回ライブに出るので、それをよかったらツイッターでチェックして、お時間あえば来ていただけたら嬉しいです。はい、そしてもう一回言いますけど、12月の18日日本橋パックマンでリフェスタ初めてのワンマンライブがあるので、ぜひ予定を空けて、絶対に空けて来てほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、後悔することねないように、あの素敵なねライブが12月詰まってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。知った時がね、応援の時だと思うので、今ね応援しないといつ応援するのっていう感じですよね。そうですね、お願いしますはい、本日の放送は12月18日日曜日にアーカイブが公開されます。サブカルチャーレジオミミラジでは Twitter、Instagram もやってますので、ぜひそちらの方フォローしていただいてチェックお願いします。はい、そして来週のミミラジはアシスタント MC に越智日奈子、加藤ゆりを加えて、3週目にですね、いつも開催している朗読劇があるんですが、そちらをですね、9話をお届けしたいなと思ってます。そしてサブカル調査部というね、ちょっと変わった企画の総集編もお届けしますので、今日ミミラジ知ったよって方もね、ぜひ来週も聞き耳してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、それではですね、今週のミミラジなぞなぞがあるんですが、皆さんなぞなぞは得意ですか。いやじゃあちょっとね、一緒に今日は考えていってください。はい、はい、問題です。じっと見ていると死んでしまうお団子ってなんだ。ん、じっと見ていると死んでしまう。はい、答え合わせはですね、来週12月11日日曜日渋谷で5時です。ぜひ分かった方、ミラジにお便り送ってくださいね。はい、この番組は一般社団法人ペガサス、総合探偵シャガルエージェンシー横浜駅前、ミスターカンソ、千葉駅前店、シニア障害支援協会の提供でお送りしました。エンタメ応援したいスポンサーさんも随時募集中です。ということで、今日もね、シワステンソンちゃん、それからリフェストのお二人、ありがとうございます。ありがとうございました。またなんかミミラジライブみたいなのやりたいですね。ぜひお願いします。お願いしますね、対バンここでやったらすごい楽しいですよ ね、うん、今日ね、たくさんハッシュタグミミラジやお便りいただいた皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のお相手はキャワイイお耳のキャミーと、シワスジェイソンとリフェスタでした。ありがとうございます。ありがとうございま す。それでは皆さん、最後はご一緒に週末探検隊の耳のさん、来週も日曜日の夕方5時は、せーの、聞き耳。